皆さんこんにちは大地です。えー今日は 31期の人とねスタートしてからちょうど1年半ということでまた集合してでコーチングについて学び直すで我々のコーチングはアドラー心理学がベースになってますからアドラー心理学についてねまたしっかりと理解を深めながらでコーチングの実践にどう結びつけていくかなんていうことをね考えたんですけど今日取り上げたのは「クリエイティブ・セルフ」「創造的事項」というやつで実は僕はね主体論主体論っていう,うにあに解説してますけれどもあのアドラー心理学の中では、ね クリエイティブセルフ創造的自己まあクリエイティブな自分ですよねっていう言葉もよく使われるんですねで創造的クリエイティブな自分って素晴らしくてでクリエイティビティって半2つからできてると思うのねその半分は何かって言ったらイマジネーションですよね何かをイメージする力でもう一個はやっぱり実際にそれを現実にしようと思って仮説検証だ目標を作って、ね、こういうものを作りたいってしてそこに向かって何かアクションしてみてその 結果から学んでそれをこのねイマジネーションとそれから仮説検証力これがあのクリエイティブセルフの正体だと思うんですけどでこのねクリエイティブな 側面ね自分の中のクリエイティブな側面っていうのを育てていくっていうのがすごい大切でだからイメージしてやっぱりやってみたいと思って実際行動してみてその結果から学んでということを、えー、うまくいくまでとかね何かを得られるまでねこう繰り返していくっていうこのエネルギーねでそれを支えてるのが勇気だしそれを実際実行してるののことをこのクリエイティブセルフって呼ぶんだと思います。でででいいいいかかかにその部分を作っていくかっててくくうことががすごく大切でだらら今ねクリエイティブセルフが10点満点満どれぐらい 活躍してるか自分の中にあって未来のことをイメージしてで何かの目標を作ってそこに向かって動きながら何か学んでいく成長していくねそれが10点満点でどれぐらい今エネルギー持って動けてるのかなぁと考えてそこにねエネルギーを与えていくでその人が活躍できるようになっていく。でアドラー心理学っていうのはそのクリエイティブセルフに対する信頼感がものすごく 重要なんんだと思うんですねアドラーはほら「褒めるな叱るな」って言うんですけど何で褒めるな叱るなかっていうと人間は自分で学習するからだからやらせてみなさいとで本人がやりたいとかやったらいいんじゃないかと思うことはやらせてみなさいとやらせてみて大切なのは自分にとってどうだったかそして周りの人にとってどうだったかということを振り返りをさせなさいとそうしたら必ず何が自分にとっても他人にとってもいいことかっていうことを学んでいくしで人間は必ず成長していくと。 でそういうのの中でやっぱりこうなりたいというのがあったら人間は必ずそれになれる存在であるとだからそのことを勇気づけなさいと、ね、だからクリエイティブセルフとかねその人間がクリエイティブであるとかね、えー、学習し成長し何かを成し遂げることができるっていう存在だっていうことに対するものすごく大きな信頼感そして期待感っていうのがアドラー心理学の根底だと思うんですね、まあ、今日はそのクリエイティブセルフということについて考えながらどうしたらこの、ね、クリエイティブセルフっていうものをも,もっともっとね その生かしながら生きられるかなんていうことを考えてみました。皆さんもぜひその自分の中にあるクリエイティブセルフをあの育ててあげると、そのために何ができるか考えていただきたいし、コーチの方はクライアントさんの中にあるこのクリエイティブセルフを育てていくために何ができるか考えてください。実は、えー、ね自分のことを信じることとかね、えー、受け入れて信じることっていうこともそうだし、ね。 それからあとは目標を作ってアクションを起こしてっていうことを繰り返していく中で成長実感できるとクリエイティブセルフはどんどん育ってくると思いますからねえー、コーチングやっていくとクリエイティブセルフも育つということでいろんなトライしましょう。ということです参考まで。